レイジージャーニーの禁断トークライブが今年も開催決定。刺激的すぎてくだらなすぎて惜しくも放送 NG となったクレイジー旅の裏側をジャニーたちが大暴露。そこで今回はそんな昨年大好評のトークライブの様子を一部だけ特別公開。アリマスター島田拓、クレイジーすぎる情熱と執念でアリ探しに邁進する島田。実はロケである大発見をするも不慮の事故で全カットになってしまったものがあるのだとか。これはですね、以前ロケで行ったマレーシアでの出来事なんですけど、マレーシアですね、いろんな生き物を見ることができまして、この時はですね、アジア最大のギガスオオアリっていう体長3センチくらいの大きなアリを探しに行ったりとか、あとはヒメサスライアリ、走りハリアリ、そうです、引っ越しをするアリを探しに行ったんですね。中でもこのロケでですね、僕が一番興奮した発見がありまして、それがですね、こちら。これはですね、つむぎアリというアリの巣をパカッと開けたところなんですけど、アリの巣開けてこれがあった、で左側に丸い物体がありますよね、ちょっと大きめの、これですね、実は蝶々の幼虫なんですよ。これはですね、アリの巣で暮らす交尾性昆虫と呼ばれる生き物の一つで、アリの巣シジミというシジミ蝶の幼虫なんですよ。でこの蝶はこのつむぎアリの巣に入り込んで、つむぎアリの幼虫を食べて生活をしています。ただアリはですね、このシジミの存在には気がついてなくて。気がついてないの、こんなに大きいのに。おそらく体にですね、こうアリに襲われないような匂いを身につけたりとか、そういうアリを騙すような方法で入り込んで暮らしてるんですね。本当にこれ珍しくて、蝶々専門にやってる人も憧れの蝶の一つ、なかなか見つからないので、僕もですね、十数年間東南アジアに通い続けて、今まで数えきれないほどのつむぎアリの巣を開いて探し続けた生き物なんですね。でこれをですね、見つけたんですけど、実はこれ放送に一切使われてないんです。いやそうですよね、だって放送でなかったですもんね。名前すら出てないと思います。その理由というのがですね、一緒に行った久野ディレクターがいるんですけど、撮影中にですね、バッテリーがちょっと切れそうになってしまいまして、ずっと回してますからね、ちょっと一回離れますってことで、ディレクターが離れた、離れたその数分後に見つかりまして、でカメラがないところでもう一人で大興奮して、久野さんいましたって大声で言ったんですけど、もう結構遠くにいたんで聞こえなくて、それで久野さんしばらくして戻ってきたんですけど、撮影肝心の部分が撮れてないっていうことで、全カットですね。一見不慮の事故に思えたこちらの事件、しかし島田にはある疑念が。一つ思うところがあるんですけど、反論がすごい。あのですね、つむぎアリってものすごい凶暴なアリで、噛みつかれるとものすごく痛いんですね。で僕は完全防備で準備してやってるんですけど、すぐ近くにいる久野ディレクターは短パンとスニーカーで、足首が出るような姿でジャングルとか歩いてたので、ものすごい数のつむぎアリに噛まれまくってたんですね。で後ろの方でいてててててっていう声がずっとしてたんですよ。でそれで、ちょっと離れますって言ってたんで、多分これバッテリーだけじゃなくて噛まれるのが嫌で離れてしまったのかなっていうのをちょっとずっと心の中で思ってるんですけど。と今回はここまで。気になる続きはぜひ会場にて。クレイジージャーニーライブ2024チケット発売中。ときめく時を TBS。